寒い寒い寒い、この部屋寒い。花ありがとうございます。どうしよう、何から弾こうかなって思いながら、もうコードのワルツの楽譜、いやさっきまで練習してただけなんだけど、緊張してきた。さっきまで緊張してなかったのにこんにちは、頑張ります。みんなもうお昼休みなのかな。どれもありがとうございます。あ、監督監督、これはお上手カンタ、狼たちのカンタータのやつですこの音は、緊張する。ちょっと練習したい。超48じゃない曲クラシック、クラシック、子犬のワルツ弾きますいや緊張する寒い、頑張ります。どうやって始めたらいいかわかんない。手見えた方がいいかな。緊張する、これは子犬のワルツですいいね、ありがとうございますちょうどじゃないよ、ドキドキするぜ。どうしよう、
とはね、これだっけな、これもう一個引く緊張するよ。最後飛ばしちゃった気がする。ねえねえ、ちょっと聞いてほしいのがあるの。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ねえ見て、ちょっとだけできるようになったから、みんなに聞かせて、
見たらどんな反応するかなって思って今です。まだまだ緊張してるバラありがとうございます。あとは何だろう、うん、え、イントロがいいよね。ね、このね携帯の中に入ってるからもうアンプ忘れちゃった。まだめっちゃ緊張してるショールームでこんな緊張するのめっちゃ久しぶりだから。嫌いなのか、まあ両手で弾けないんだよね。上手？ありがとう絶対音感ないんです。なんかわかんないんだよね。でもない、絶対音感なんか絶対音感ある人みたいにすぐに耳コピできないから耳コピするってなったら相当な時間が必要です
みんなの。でもキーが合ってるかわかんない。62日連続おめでありがとうございます。弾ける。でもあのキーや原曲とキーが合ってるか分かんないか間違ってるかもしれないけど。猫踏んじゃった。最初の山なんだっけ、サビなんだっけ、テン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 お仕事終了？間に合った？ありがとう。まったり、まったりすぎ？1時間だけやるから1時半までします。あと何かな、何か聞こうかな。でもエリーゼのためには習ったことないんだけど、なんかお家にあった楽譜で適当に遊んで弾いたとか全然ちゃんと弾けないですよ。ハートありがとうございます。月の光弾けない。でも好き、月の光めちゃめちゃ好きなんです。ドビュッシーのやつ。知ってますか？麦坂さんの曲。ショパンで弾ける曲？なんかね、あれしかね、あれなんかね、全曲弾けるのはね、
さっきの2曲しかないんだけど、なんかちょっとだけなら弾けるのあるなんか全然弾けないんです。でもなんか NGT の曲もっと弾けるようになりたい。でも楽譜どこにあるかわかんないんだよね。防音じゃないと思う。でも静かだよね。わかんないでもこの部屋はピアノの部屋ですそう、AKB さんの楽、そうなんだよ、 NGT のなかなか見つけられなくて。シャーベットピンクね、イントロしか弾けない。イントロも弾けない。さっき弾いたけど、なんか伴奏の付け方わかんなくて、どうしてもなんかオクターブでなんかこうやってだけしてるそう、全然歌ってよ。でも今イヤホン近くないでしかできない。すぐ両手つけられないんだ。そう、
今右手で弾いてる。わかんない、星の部分書かなきゃ。花ありがとうございます。あ、そうだよね、まいかさん弾いてたよね。え、き言ったらマネージャーさん持ってるかな。やっぱハヴェルのカノン弾ける。一緒に楽譜探しに行ったんだけどね。でもこれ本当の編曲されてるのかもしれない。あが今弾いた曲。そう、そう、仕事に戻りますね。いってらっしゃい。21年、本当？あ、もう後でもう一回見てみよう。なんかマックスが全然見つけられなくてさ、マックスの楽譜が。そう、でも弾けたらいいよね、 NGT の曲。こんにちは。自分も仕事に行きます。気をつけて行ってきて。ツイッター、あー、ありがとう。めちゃめちゃ助かる。そう、え、あった、見てみよう。ありがとう、みんな探してくれて。そう、じゃあ、あと何弾こうかな。私の楽譜ちゃん、これが前の、これにいっぱい入ってる。懐かしい。他は若いかも。そう？全然。寒いからかな。寒いからかな。スケッチブックです。スケッチブックにこうやって楽譜を貼る使い方をしてました。美しい。こうやって
こんにちは、かいありがとうございます。そうだからね、家にスケッチブックがたくさんあるんですできるメンバーでライブしてほしいわ。楽器できるメンバーで結構いるんだよね。サーヤギターできるし、天使のピアノ教室できるほど上手じゃないですよそう、スケッチブックに楽譜が貼ってある。もギター、かなくん、じゃあ一緒になんかしたいですねそう、スケッチブックに数えたことない。でもいっぱいあるよ、やった曲入ってるから。なんか一回ママと、一回じゃない、あのママがすごいピアノ上手で、あのママと何回か連弾したことあるんですけど、あのね、それでね、あのママとね、昨日一昨日くらいにまた連弾しようって言ったんだけど、お互い忘れちゃって連弾できなかった。そう、ママの方がピアノ上手なんですこんにちは。青のピアノは見えなかった河合の、河合さんのピアノです。あ、でもメドロノームはヤマハでも電子ピアノの方はヤマハ使ってます。なんていう電子ピアノだかな、忘れちゃったけど、電子ピアノはヤマハで、こっちのピアノは可愛いですママさんの得意曲、へえ、わかんない。でもママはトルコ行進曲弾いてるイメージ楽器ないちゃうね、家に楽譜あるんだよ、ママが持ってたやつ。でもあれ弾けないんだよね、弾きたいんだけど、これは違う、これは違う、楽譜あるんだよ、どっかに。ちょっと分かんないや、ママに聞かなきゃ分かんない、してなかったけんないちゅうと、でももうずっと黒鍵ですよね。弾いてみたいけどさ、あの弾いてみたいけど譜読み大変そうでなかなか手出せないママとコラボ、ママ出てくれるかわかんないけど恥ずかしいっていうかもしれない。防音室、防音じゃないです、さっきも同じの来た、多分ね防音じゃないよ。でも静かだよね。こんにちは。何か弾いてよ、何か弾いて何か弾いて、何か、何がいいさっきとの弾けない曲、もし聞いたら申し訳ないな。こんにちは。小学生の時に初めて見たけど、指が、でも指短くても、あ、もう全然長い方じゃないよ全然
猫踏んで、猫踏むの。キラキラ星変奏曲ね、ちょっとね迷ってるんだよねでも超ボロボロなんだよ。それでもよかったらいいですけどそれでもよかったらなんですけど、でも全然ねちょっとボロボロなんですけどいいね、ありがとうございます。もうすごい、みんなが思ってる以上に今日めっちゃ緊張してんの、なんかわかんないけどい緊張する。
ちょっとめくるタイミング失っちゃって全然めくれなかった。これダメダメすぎて、ダメダメすぎて怖い。弾いてる時の顔、あ、弾いてる時口開いちゃうからさ気をつけてたんだけど口開いてたかもしれない。全然できなかった、恥ずかしい。こんなものをお見せしちゃって申し訳ない。そう口開いちゃうのよ。可愛かった、ありがとうございます。緊張し、まだ緊張、緊張してんのか寒いのか全然わかんない。寒いんだけどさ、この部屋。もっと見たい、もっと見たい。でも奈緒がね、これで好きなとこはね、ここなんだ。ここは好きなの。難しかったの。手が交差するとか。あんま難しかった。一番得意な曲、ないけど全部得意じゃないけど、なんだろうな、心現れる、よかった。口元に注目してみよう。恥ずかしいじゃん。でもね、彼
簡単な曲は得意ですよ。なんかね、小学校5年生の時に弾いた曲は得意です。これは難しいやつだけど、ドヤ顔しちゃう曲なんてないです。ない、なんかもう簡単なのしかないよ。これは5年生の時に弾いた曲。合唱コンクールとか弾かなかった。でもオーディションは受けたけど、一応目で見せて落ちちゃいました、本当に。でもそれめっちゃ練習してから、今でも全然弾けんの。でもなのに、そのオーディションの時に一応目外したっていう苦い思い出。でも小学校の時は弾いてましたよ、校歌。運動会の時と、なんか始業式なんか弾いた。ハートありがとうございます。仕事戻ります、頑張ってね。そう、その頃に比べて、いや本当それでも今もね、全然緊張して全然弾けなかった。悔しいけど、ちょっともうちょっと弾かない。効果弾く子でも何人かいたよ、なんか順番子でした。そう、全然二十五分だったら晩ご飯いまーす。ピアノ配信でもちょっとこれ弾きたい。あ、でもなんか弾きたいって言ったら上手みたいになるから、やっぱやめよう。劇場ってピアノないんです。劇場ピアノ、今日夜配信しないです。何弾いたの？いろんな曲を弾きました。あっという間ね、もう20分なの。キーボードをピアノと変わらずに弾ける、結構同じも、もう違うけどね。でもピアノの方がピアノって感じで弾きやすい。ちょっと語彙力皆無。お昼寝、thank you.
きな曲でも全然いけない。悲鳴あげちゃうから。まあ失礼しました先生今のは全然上手じゃないよ。もう「カチューシャ似合う？ありがとう。最近カチューシャ好きなんだ。もう一曲なんだろう、あとみんなの知ってる曲あんま弾けないんだよね。何がいいかな。エリゼのためにもね全部弾けないんですイントロだけだけどいいの。シャーベットピンク。音が違う気がするんだよね。わかんないけど。くれてありがとうございます。でもダメダメなんだそう、ピアノは5歳からやってます。年長さんから始めましたけど、の割にはそんな上手じゃない。ということで明日は、あ、今から明日の夜ご飯を決めたいと思います。ちょっと価格を伸びろー。はい、明日の夜ご飯を発表いたしますね。いきます。明日の夜ご飯は決めた、サラダチキンでーすサラダチキンはどうですか正月太りそうだね。正月太りから泣きなさーおフ中学生で、これ私中学生じゃないです。高校1年生なんです。あ、スクショタイム、スクショします。今何分？28分。じゃあスクショしますね。ピアノ、これピアノだよ
撮れました？フォトフレーム、あ、よかったです、ありがとうございます。ということで皆さん今日もありがとうございました。明日の配信時間は、夜しよっかなって考えてるところ、でも分かんない、また連絡しまーす。だから待ってて、また明日。ありがとうございました。みんなちゃんと午後も頑張ってね。バイバイ、ありがとね。また明日、ありがとうございました。ゲストたちの日、ありがとうございます。また明日。バイバーイ。もう半だ、ありがとね。全然弾けなかったけど、また明日切るよ。バイバーイ。